皆さんこんにちは、映像クリエイターの山本です。一眼レフカメラで動画を撮ったはいいけどうまく撮れなかったんだよねっていう人のためにですね、動画撮影のコツをねちょっと説明したいなと思います。で、前回ね、シャッタースピード編と絞り編をね説明しましたけども、今回第3弾はですね ISO 編ですね。 ISO かっこ感度編にしましょうかね、を説明したいと思いますね。はい。で、ちょっとおさらいなんですけどね、シャッタースピード、簡単に言うとシャッタースピードを遅くすれば赤くなって、シャッタースピードを速くすれば暗くなるでしょ。 F 値を低くすれば明るくなる、 F 値を高くすれば暗くなる。で、この明るさの勝負をしてるんですよね。で、シャッタースピード60分の1で F 値を20ぐらいの全品みたいなのにしちゃいましょう。そうしたらね、暗くなるじゃないですか。暗くなるんですよ。そしたらどうするかって言ったらね、補足みたいな感じで ISO を上げれば明るくなるんですよ。どうしても暗くなっちゃうっていう時ね、あるじゃないですか。こういうね、野外だったらね、太陽の光が明るいから別に暗くなる必要はあんまないんだけど、例えば室内とかで撮影する時、うわどうしてもこれ暗いんだよ、暗いんだよなっていう時あるんですね。そういう時補足で ISO を上げたらいいです。ただ ISO を上げれば上げるほど画質が荒くなるんですね。ギザ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 になっちゃいますね。ザラ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 みたいになっちゃうんで、できるなら ISO は100に近い方がいいです。ナチュラル、ナチュラルです。100に近い方がいい。で、じゃあ ISO どんぐらい上げたらザラ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 するの、我慢できるのっていう話なんですけど、これはねカメラによるんですよね。例えば僕が今持ってるキャノン EOS 5D Mark IV なんですけど、これだったら3200ぐらいがもういっぱいじゃないかな。3200とか1600ぐらいがもう限界じゃないかな。それ以上上げるとちょっと辛いかな。でもソニーの α7S3 っていうね、出ましたけども、今ねそのカメラだったら1万以上ぐらいでも結構綺麗に撮れるっていうね。だからカメラの性能にもよるんですよ、 ISO どこまで我慢できるっていうね。だからその自分たちが持ってるカメラでどこまでが限界かなっていうのをちょっと見極めてほしいんですね。これで山本ちょっと教えられない、ちょっと持ってるカメラによってね変わるんでね。で、古いカメラになればなるほど、ザラザラかもしれないですね。で、ソニーとかね、ソニーの α7S シリーズ、これはね、ISO 強いんですよ。だから、それはね、1万まで上げてもいいですね。ISO、どうですか？わかりました？あんまり ISO は上げない方がいい、最終手段と思ってね上げてください。で、ただね、ここ最近だったらねデュアル ISO っていうの言葉がね出てきてね、例えばブラックマジックデザインさんが出しているポケットシネマカメラ 4K6A6K Pro、 これなんてねデュアル ISO っていう機能がついてるんですよ。これ何かって言ったら ISO の基板が2つついてるのね。で、100から、1000とかにするんだ、わかんねえわでもなんせ、ポケシノの場合はね、400と3200が一番ね、いい感じなんですよ。一番いい感じ、全然わかってへんね、俺ね一番いい感じで撮れるね。だから一概に100がいいっていうわけでもないんですよ、ポケシネの場合は。だからその辺はね、自分たちが持ってるカメラによってまた性能が変わっちゃいますね。でもこれだけは覚えておいてください。ISO はね低い方がいい、
うん、あんまり高くしない方がいいです。低い方がいい、うん、で最終手段で高くしようっていう感じですね。以上でございます。どうですか、ためになりました？はい、ということでね、今日の動画はここまでなんですけども、この動画がねいいねと思ったら高評価チャンネル登録お願いします。ベルマークもねつけてくれたら嬉しいです。でコメント欄にねコメント書いてください。あの質問とか、あのいや山本これは違うよっていうね、あのアドバイス的なものでもね、すぐねコメント返事返しますからね。で山本はですね SNS もやっています。Twitter、Instagram やってるのでね、ぜひフォローの方お願いします。それではね、次回の動画で会いましょう。さようなら。ISO の説明難しいね。